サンキューさん、これ誰にも信じてもらえなくて、ちょっと封印してるような話なんですけど、そう言って話してくれたのがクリスさんという男性の方で、お父さんがアメリカ人、お母さんが日本人で、もともとはサラリーマンをされてたんですが、一念発起して、農業で独立されて、今いろんな野菜を作られてる。歳も僕と近くて、すごく仲良くさせていただいている方なんですが、このクリスさんが小学校6年生の時だったというんですね。はっきり覚えてるんですよと。当時犬を飼っててすごく可愛がってたんです。で、夕方犬の散歩に行くんですよ。朝晩はね、必ずそういう約束のもとで飼ってたんです。その日は冬のね、12月だったかな、日が早く落ちるような時期で、夕方の6時にいつものように犬の散歩に行こうと思ったらもう真っ暗なんですよ。で、近所に幼馴染で同級生のシンジっていうのとその弟のケータっていうのがいて、で、彼らの家の前を通ったらちょうど兄弟でいたんで、おーいって言ったら、あー何犬の散歩って、うん一緒に行こうぜって言ったら、うん行く行くって言って、ついてきてくれたんですよ。ただ、男の子が3人揃うと、もう散歩なのか遊びなのかわからないみたいな感じになっちゃって、まだ当時は住んでたあたりは本当に田舎で、畑だらけだったんですよね。まあ近くにブドウ園なんかがあって、で、このブドウ園の中に、あれは苗を作ってたんだと思うんですけど、柵が作ってあって、それがこう迷路みたいになってたんですよね。緑の壁があるみたいな感じで。そこでかくれんぼをするのがちょっと3人の間でブームだったんですよ。その日ももう暗いし、犬の散歩してるのに懐中電灯持ってかくれんぼやろっかっていうことになって、じゃんけんして、同級生のそのお兄ちゃんの方のシンジが負けて、弟のケイタはまだ小さいんで、あ、じゃあ俺と一緒に隠れようか。っていうんで、ブドウ園の中に隠れてたんですね。お兄ちゃんのシンジとは30メートルぐらい離れてたかな、うん、そしたら風が吹いたんですよ。あれ、今まで風なんて吹いてなかったの。そう思った途端、ブワサッバサッ、緑の柵がものすごい勢いで揺れ始めた。弟のケータと、え、なんだこれ？そう思って顔をこう見合わせてると、空から5メートルくらいの光る球体がぐわーっと降りてきて、その球体がものすごい突風を巻き起こして、あたり一面バッサバッサ、バッサバッサ揺らして、その球体を中心に突風がうわーっと巻き上がってるんですよ。もうそれが目の前10メートルくらい先で、ブドウ園とブドウ園の間に田舎道があって、そこにスーッと降りてきたんですが、ものすごい光で、目の前真っ白だし、怖くて声も出ないし、もう周りに民家なんてないし、うわーと思ってたら、その光る球体が地面に着陸したかしないかくらいのところで、その田舎道を道沿いにブワーッとものすごい勢いで加速していったと思ったら、空中にふわっと浮かんで、山の方にシューッと飛んでっちゃったんですよ。僕の住んでるのが山梨県なんですけど、盆地なんで、周りが山なんですよね。その山に向かってもう、ひゃーんと飛んでっちゃったんですよ。で、弟のケータと二人で、うわーっびっくりしてたら、ケータが、お兄ちゃんが危ないって言うんですよ。ほいで、なんだよって言ったら、もうケイタが走ってっちゃって、で、猛ダッシュでシンジのところに走っていったら、シンジの頭の上にサッカーボールくらいの光の玉があるんですよ。で、それにシンジが気づいてないんですよ。で、ケイタが、お兄ちゃん危ないって叫んだら、シンジも、え、何って感じなんですけど、自分の頭の上に光る玉があることに気づいてない。そしたらその玉がさっきの大きな球体が飛んでいった山の方に向かって、ふぅーっと飛んでっちゃったんです。
それで三人でどうしようどうしようってなって、まだ小学生ですしね。これ親に言った方がいいかななんて言ってたら、シンジとケイタのお母さんが来たんですよ、探しに。あんたたち何時だと思ってんのって僕たちめちゃめちゃ怒られて、いや、だってまださっき散歩に来たばっかりだよって言ったら、あんたたち8時過ぎてんのにいつまでうろうろしてんのって怒られたんですよ。え？ぶどう園に着いたのが夜の6時半くらいで、それからすぐかくれんぼしてあの光る球体を見てたのだって2、3分ですよ。時間が飛んでたんです。これあんまり話すと嘘だろうネタだろうって言われちゃうんで、あまり人に話さないんですけど、本当にあったことなんです。そんなお話をクリスさんに聞かせていただきました。よゆうよ話、チャンネル登録お願いします。いやー、ちょっとものすごい話でしたね。はい、まあクリスさんその後も UFO を目撃することが多くなってしまったらしいんですが、このクリスさん、山梨県の甲府市にお住まいなんですよ。もう現在も甲府に住まれてるんですけど、これはね、もう第二の甲府事件と言ってもいいんじゃないかなと思うくらいの、なかなかのお話ですよね。皆さん、甲府事件ってご存知でしたか？皆さん、甲府事件ってご存知ですかね。1975年、小学生2名が帰宅途中にオレンジ色の UFO に遭遇して、それがブドウ畑で、こう UFO がいてね、その機体から、まあ、宇宙人なのか何なのか分かんないんですけど、そのなんか変な生き物が降りてきて、で小学生のうちの一人はその場でもうびっくりして動けなくなってしまって、もう一人の子が親を呼びに行って、親が来てみたらもう宇宙人の姿はなかったんですが、母親は空に銀色の物体が回転していたと証言して、父親は消えかかる光を見たと、そう証言してるんですよね。で、今回の話の内容とはまあ違いますけど、なんだかこうちょっとつながりを感じませんか？場所も甲府だし、これはもう第二の甲府事件、甲府事件 Z ともう呼んでいいんじゃないかなと、ちょっと僕的にはですね、はい、ちょっと思ってるんですけど、まあその甲府事件なんですけど、このね、お話出てくるクリスさん、この甲府事件、本当の甲府事件を体験された方と、お会いしたことがあったみたいで、なんか仕事してたら会社でそのオカルト談義をしてたらしいんですよ、クリスさんが、はい、仲間と。そうしたら、俺目の前2メートルぐらいのところで UFO 見たことあるよって言ってきた人がいて、で、よくよく聞いたらそれが甲府事件の方だったって言うんで、そんなことあんの？と思ったんですけど、そっか、まあ甲府だからなと思ってたんですけど、ちなみにこのクリスさんのお父さんが、アメリカ人っていうふうに、最初の方に紹介してますけど、有名なアメリカの UFO 事件、ロズウェル事件の時、お父さん現地にいたそうなんですよ。ロズウェルに。まだ子供だったみたいなんですけど、そのお父さんのお父さん、まあ、クリスさんのおじいちゃんですよね。おじいちゃんが米軍に所属してたみたいで、で、その家族として、ロズウェル事件の時に、ロズウェルにいたという、こう、あります？こういう、こうねえ、面白すぎるでしょう。お父さんはロズウェルに。で、息子さんは甲府事件の甲府で、こう、第二の甲府事件 Z にという、遭遇するってね、面白いなと思って。で、まあ、さらに取材は続くんですが、やっぱり一番のこうびっくりというか衝撃っていうのは、クリスさん、その5メートルくらいあった光る球体ですかって聞いたんですね。そしたら、まあそうですね。あれは本当にびっくりしましたと。なんですが、その、ものすごく自分の中で心配だったのが、時間が飛んでることなんだそうです。はい。人間のこの時間の感覚のズレって、まあ、いくら UFO を見たからって、まあ、UFO と遭遇してたのが、
わずか3分間なんですよ。その3分が現実の時間で1時間半経ってるってなると、ものすごい恐怖と不安になるそうなんですね。でそれがめちゃめちゃ心配というか、もう怖かったと。あのクリスさん、風邪なんですけど、どんな感じでしたって聞いたら、もう本当にね、バサン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 と、なんかね、同じ周波数の感じで、風がこうファン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 って揺れながら、もう球体がファン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 ってこう降りてきたっていうね、ことなんですけど、でその球体の周りが巻き上げる風がぐわーっと、その風が、神風の術みたいでしたとおっしゃってましたね。